はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。今日はですね、フローラの英雄クエスト、専用クエストですね、これをやってみたいですね。この間スカウトした時に久しぶりにフローラさんが当たりましたので、で育て上げましたのでね、フローラ、あ、育て上げてないけどね、とりあえずレベル少し上げたので、やっといけるかなというところでいきたいですね。それでパーティーを考えました。はい、とりあえずお姉ちゃんですね、デボラを連れていきましょう。それと今回ドラクエ5イベントで入手できるモンスターを連れていきましょうか。はい、ということでこういうメンバーになってます。でレベルもそこそこ上げて、今現状ここまで来たのでやっといけるかなってレベルになってると思います。で装備自体は全然つけてないですね、ほとんどで、あとスキルも特技も、デボラ以外は全然上げてないですけれども、最後のボスあたりがクリアできるかなぐらいのレベルだと思います。とりあえずこれでいきましょう。てっちゃんさん、私の花嫁修行に付き合ってくれてありがとうございます。でも花嫁修行って一体何をすればいいのでしょう。リンダに聞いてみるの。リンダ、花嫁修行できそうな場所を教えてほしいの。花嫁修行ですって。そうね、近くの修道院なんてどうかしら。ただ今は悪い魔物が住み着いてしまったらしいの。そういうことなら魔物を退治して修道院で花嫁修行なの。キッキッキー、ここは俺たちのパラダイスだ。修道院をこんなに荒らして許しません。オートで行かせましょう。はい、まだ序盤はいけると思う。最後どういう敵が出てくるのか知りませんけど、そこでつまずく可能性はワンチャンありますね。はい、ゲー、逃げろ、仲間を呼んでくるぞ。あ、逃がしてしまいました。大丈夫なの、どうせ仲間を連れてまた来るから一網打尽にするの。それより修道院がめちゃくちゃだからお掃除をするの。あれだ、またストーリーだけってパターンがあるんだね。デボラの時もそうだったんですけど、5話中2話ぐらいこの読むだけだ、ストーリーだけっていうのがありましたね。フーナのこれだけたくさんお掃除できたから花嫁修行にもちょうどいいの。そうですわね、修道院には6年くらいいましたがこんな大掃除は初めてです。修道院ではお掃除も自分でしてたの。もちろんですわ、お掃除だけじゃなく家事全般自分たちでやらないといけなかったんです。そのおかげでストーリー身につけることができましたわ。それなら家事はお手のものなの。花嫁修行なんてなくてもいいかもなの。そんなことありませんわ、料理だけちょっと苦手で。人間誰しも苦手なものもあるの。修道院をきれいにして鍛え直すの。ステージクリア。いきなり1万になるんでね。はい、行きましょう。なのこの大きな船、まさか船で仲間を連れてくるとは思わなかったの。ガニ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 、あの魔物は何て言ってるの。ガニガニ聞こえないんだね、ガニガニですけどね。ガニアスさんは俺たちのアジトを返せって言ってるんだ。よく今ので意味がわかるの。うるさい、アジトを返してもらうぞ。
ガニ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 、オートで。まどろみの暴風がジャミーが使うんですよね。でまどろみの嵐がフロラなんですね。いやデボラ強すぎでしょ。もうデボラがに突っ込んでってもらって、フローラが後から、まあ、あのデフォイムとか持ってるんでね、後方支援という感じがいいんじゃないですかね。ガニ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 、ここは、シルゾクが次はボスのダースさんを呼んできてやると言っている。じゃあな。あ、待ちなさい。大丈夫なの、ボスを呼んでくるなら好都合なの。叩きのめして修道院から手を引かせるの。マーさんはたくましいですわね。さあさあ、待ってるだけなのももったいないの。お掃除の続きなの。この、あの後ろでちょっと見えないかもしれないけど、フロラさんの勝った時のこのね、挨拶がいいですよね。可愛くないですか。あ、またバトルなしですね。ストーリーを読みます。ふふん、お掃除お掃除。あら、おもちゃがたくさん。ここは小さな子供たちの部屋だったみたいですね。唐突だけどフロラは子供欲しいの。そうですわね。あの方が望むなら何人でも子供を産んでみせますわ。だいだね、びっくりしたの。でも素敵なの。そうかしら、あの方で一緒なら幸せな家庭を築けると思っていますわ。もし子供ができたらモナンさんもてっちゃんさんも遊んであげてくださいね。思いっきり可愛がってやるの。ステージクリア。1万8000ですよ。全然戦闘力足りてませんね。多分ここが最後でしょう、ボスでしょう。氷とイオが効きそうなんで、フロラに持ってこいかもしれないですね。また大きな船で来ましたね。ダース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 、なんて言ってるのっていう。アナマモラなんて言ってるの。ダースダース言ってるの。はい、ボスはよくマジタを奪ったな。返してもらうと言っている。通訳できる下っ端が一番知性を感じるの。ボスさんを倒せば修道院を奪い返せますわ。追い払いましょう。ここはボス、あ、いや結構いるね。後ろとかはいないんだね。いや、これデボラさんに突っ込んでってもらいたいっすね。氷よ、氷よ、炎ね。よし、じゃあこれで行きましょうか。さあどうなるか。強っ。あ、この何でしたっけ、フォークブリザードの氷の息みたいなやつで物理を効かなくするやつがありますよね。アックスドラゴン、ドラゴンなんてそれでいいんじゃない。物理しかしてこないんだから。うわ、呼びすぎだって。で、デボラ突っ込んでってくんないかな。突っ込んでって様子がかかってるでしょ。ちょっと次来ないかな、ターン。ああ、
込んでいく。どうしよう、ブチ切れモードでいっちゃおうか。もういやそんなことないか、タイガークローで何が効くんですかね。タイガークローでいいですかね。でダメージを受けたらハマエキとかで寝ちゃわないですか。この標長の息ですよ。範囲内の敵すべてに波動属性の息中ダメージを与える。マレーに物理を封じる。どうしましょうか。メラニメラニ、激しい炎、前に出ましょうか。おーおーおお、どうしましょう。こっち側に行ってなんか MP がきつそうなんですよね。あ、だけどなんか自動回復 MP ありましたよね。ビッグバン、ビッグバン打ちたいな、ダースドラゴンに。ちょっと待機にしましょうか。ここは耐えろ耐えろ、よし。ラダルコ、うーわー結構削られんね。はい、じゃあブチ切れモード入れましょうか。ここではい HP 回復もあるからね。どうしましょうか。氷、どうしましょうかね。こっちが、こっち側の処理に向かいましょうか。あ、ん？はい、フローラ大丈夫かな。なんか落ちちゃいそうな気がするんですけど、ここでこう落とす。稲妻切り、稲妻切りでいいですね。はい、ですからボルケーノ危ない。あー大丈夫か。あーよかったよかった、ナイス。来て、あ、ビッグバンまだ打てない。ビッグバン打ちたいな。どうしましょうか。ベホイムで回復しましょう。あ、おー怖っ。これは豪熱、全員巻き込めないか。豪熱武闘撃いきましょう。メラミ、あーダメか。じゃあ突き飛ばししましょうか。ちょっと飛んでけ飛んでけ飛んでけ。ここは稲妻切り、はい、オッケー。さあ来た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 、ビッグバン、ちょっとちょっとビッグバン見ましょうか。はいはい、あーこんな感じなんですね。
戻ってって待機ですね。うわ、何もできない。ベホイミ、ちょっと待って、フローラさんをやらせるわけにいかない。突き飛ばし、はい、届かないか、届くかけど半減ですかね。だったらベホイム自分にかけておきましょう。でタイヤクロー、はい、ダースダスダス、やられたと言っている。通訳しながら倒れた。てっちゃんさん、ありがとうございました。これで本格的に花嫁修行ができますわ。また魔物が襲ってくるかもしれないし、私たちも花嫁修行に付き合うの。あら嬉しいですわ。まずはシスターたちを呼び戻さないとですね。これでフローラも最高の花嫁に近づけるの。ということでお姉ちゃんと一緒に5体内ができなかったですね。フローラのアイコンゲット。デボラ・フローラ姉妹とドラクエ5の仲間たちですね。今回のコラボで仲間になったパーティーで攻略することができました。はい、というわけで本日は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。